阪神タイガースの選手や監督の似顔絵を集めた作品展が神戸市のギャラリーで開かれています。思わず似てると言いたくなるのはプロ野球阪神タイガースを率いる岡田監督の似顔絵です。特徴的な目元のほかに好物として話題になったパイン飴が描かれています。神戸市兵庫区の市場ギャラリーゆかで開かれている目指せアレンパ阪神タイガース似顔絵展では、週刊誌の読者投稿欄に似顔絵を多数紹介された経験のある兵庫県在住の作家ら3人の作品が展示されています。あどけない表情がどこか似ている村上頌樹投手や、バットを構えボールを見定める大山雄介選手、絵からフルスイングの力強さを感じる佐藤輝明選手と、各選手の特徴を捉えた似顔絵21点が並びます。訪れた人は作家ごとに違った表現で描かれた似顔絵を楽しんでいました。似てますよね。上手やね。ね、特徴を捉えてね。目指せアレンパということでね、もう阪神ファンなら誰でもそれを目指していると思います。それぞれの個性豊かな展覧会をしてますので、どうぞ皆さんおいでください。この似顔絵展は入場無料で、今月24日まで開かれています。